でもやっぱちゃんと動いてる人見えるわ。逃げてましたが、ここら辺で逃げました。北朝鮮との国境 DMZ で。はい、皆さんおはようございます。リュウクリュウでございます。ただいま朝6時45分。こちら韓国のソウルでございます。今からね、どこに小走りで向かうかと言いますと、今日は北朝鮮との国境 DMZ って言われる、まあ、韓国と北朝鮮の国境線ですね、そこに行くツアーに参加したいと思いまして、あと5分後に、集合場所に行かないといけないので焦っておりますが、とりあえず向かいます。もう寝起きすぎてめちゃくちゃ今眠たくって、はい、時差もないはずなんですけれどもね、めちゃくちゃ眠たい。とにかく、6時50分の集合、6時50分7時出発なんで、今明洞駅の10番出口に向かっております。日本語ツアーです。ちなみに、はい、見てください。ご覧の通り誰も人いません。しかもちょっと雨降ってるっていうね、なかなか嫌なコンディションですけど、しゃあない。さあ、ということで無事バス間に合いまして、乗り込みましてツアー開始でございます。こちらね、 DMZ ツアーと言いまして、まあそもそも DMZ って何なんやっちゅうことはね、後ほどご説明いたします。ツアー中は必ずこの名札をぶら下げておくようにと口酸っぱく言われました。ガイドさんの名前が書いていて、何かあった時はガイドさんにすぐ報告が行くようになっているそうです。ちなみにこの DMZ ツアーなんですけれども、日本国籍者であればいつでもまあ日帰りツアーで予約してすぐ行けるんですね。私の場合、日本語ツアーを選びましたので、日本語を話せる韓国人のガイドさんがついてくださって、日本人の方参加者ね、私含めて20人ぐらいいらっしゃったかなという感じです。で、私びっくりしたんですけれども、日本人がよく訪れる韓国の首都ソウルですね、私も数日いたんですけれども、そのソウルから北朝鮮との軍事境界線、この DMZ ですね、の距離がたった30キロということで、大阪から神戸ぐらいの距離しかないんですね。てっきりバスに乗って 2,3 時間走るのかなと思ったんですけど、1時間半ぐらいで到着しました。最初の目的地でございます。さあ、ということで最初の目的地到着でございます。もうこの映像だけ見たら、どっかのなんかサービスエリアですかみたいな感じするんですけど、そうではございません。こちらはイムジン学にある観光案内所でございまして、中にはファストフード屋さんなんかも入っております。このイムジン学はですね、一般人が特別な手続きなしに北朝鮮に最も近づける場所というふうに言われています。南北首脳会談の2000年初めてのその、会談を記念して、ここに平和の鐘を作りました。それで今これが、南北のこういう場所を。じゃあここはちょっと防廃団って書いている団があるんです。でっかいの石のテーブルがありましたし、こう立てる場所もあります。後ろには壁画があるんです。あれは北朝鮮の名所なんです。あの壁画は北朝鮮の名所で、朝鮮半島には今もですね、多くの離散家族と呼ばれる家族がいます。要は韓国と北朝鮮に行き別れになってしまった家族のことです。で、このイムジン学という場所はですね、先ほどもお伝えした通り、一般の韓国人が最も北朝鮮に近づける場所ということで、韓国の家族がですね、ここに来て北朝鮮に残された家族のことを思う、祈る、そういった場所になっているそうです。家族が離れ離れになって、どこかに行ったりとかしちゃったんですよ。探せないし、行方不明になった、そういう家族が多いんですけど、それで、KBS で南岳で離散家族を探すキャンペーンをするんです。で、先ほどから流れているこの曲なんですけれども、ガイドさんからも説明があった通り、 KBS って言われる韓国のテレビ局でですね、1983年離散家族を探しますというキャンペーンが行われました。で、この曲はそのテーマソングだったんですけれども、朝鮮戦争の動乱の中で離れ離れになってしまった家族、まあ、もちろん北朝鮮にいる家族を探すことはできなかったんですけれども、韓国内に残っている家族で、離れ離れになった家族をですね、テレビを通して、見つける探すというキャンペーンだったそうです。で、なんとこの番組を通してですね、結果的に1万人以上の方々が離れ離れになっていた家族を見つけることができたそうです。で、今からですね、イムジン学の先にあるイムジン川に架かった自由の橋というところを見るためにですね、みんなで歩いて行っております。この後9005、お互い南北が今目の前に見えているちょっと白い橋なんですけれども、ここ今は自由の橋というふうに呼ばれております。昔はですね、イムジン川鉄橋と呼ばれていました。
朝鮮戦争の際にこの橋は爆破されたんですけれども、2000年から始まった鉄道の南北連結事業が始まると、再び鉄道橋としてこのように改修されたそうです。そしてなぜこの橋が自由の橋と今呼ばれているかと言いますと、1953年朝鮮戦争の休戦協定が結ばれた際、捕虜1万3000人余りがこの橋を渡って韓国に帰還してきたそうです。その際に自由万歳と多くが叫んだことから自由の橋と呼ばれるようになったそうです。平壌、北朝鮮の鉄道が一番発達している新島で、これが南北をこう上下で昔から走ってた機関車なんですけど、この機関車が南北戦争の時に軍事部品いっぱい乗せて、それから移動地だったんですよ。その時がちょうど南北が負けて撤収する時だったので、万が一これが北朝鮮の手に入ったら大変なことになりますから、軍事部品がいっぱいあるものなので、で、高校の近くに来た時に国連がわざわざ爆破したんです。これはわざわざ爆破して、この近くの南に止まらせるようにして爆破して、それで今イムジンがこの場所に移動して、これは南北の統一のオブジェで展示しているものの蒸気機関車なんです。皆さん、ここについてるリボンは南北統一を願う、ここに来てた観光客の人たちがこのメッセージを書いたリボンなんですね。いろいろの、はい、でこちら見まして、右側が、韓国の一般人の方が入れる、韓国の土地で、左側が DMZ 非武装地帯になるわけなんですけれども、その間をつなぐのがこの平和ゴンドラと言われる乗り物です。私たちのツアーでは今回このゴンドラを乗ることはなかったんですけれども、このゴンドラに乗ることで左側の DMZ 非武装地帯のエリアに行くこともできます。さらに先に進んでいきたいと思います。これ実際に走ってる電車に見えますけれども、当時朝鮮半島南北に走っていた電車の中を再現したものでございます。電車を抜けますと、こちらまた橋なんですけれども、先ほどお伝えした自由の橋、もともとは鉄道橋とお伝えしたんですけれども、上り線と下り線で2本走っていました。でその1本は完全に鉄道橋として改修されておりまして、こちらがですね、当時自由の橋といって、軍人たち捕虜たちが帰ってきた橋を再現した部分になります。でこのようにですね、当時のこの橋の様子を写真パネルで確認することができますが、このように爆破されて橋は使えないようになっていました。私たちらがここにいます。インジンがここにいるし、これが軍事警戒線、これ10キロぐらいですよ。今私たちらが軍事警戒線まで行くのは10キロもかからない場所に今立っているんですけど、これが軍事警戒線、これは北の方から2キロ、南の方から2キロ、各2キロ方ずつ、これが DMZ 非武装地帯、この中には、軍事活動や設置ができない、そういう場所なんです。反問点がここにあるんです。はい、でこちらに来るともう少し分かりやすいんですけれども、先ほど鉄道橋上り線と下り線2本あったということだったんですが、左側がもともと下り線だったもので、今私の目の前に見える橋桁だけのものが上り線として使われていた部分です。で今ご覧いただいているこちら左側、もともと下り線として使われていた橋はですね、また新たに鉄道橋として復活しています。この橋の上を当たり前のように電車が走る日は果たして来るのでしょうか。最初は観光ツアーの気分で来たんですけれども、これまで自分が知らなかったことがあまりにも多すぎて、改めて平和について深く考えるいい機会となりました。もともと同じ民族、一つの国だった場所が急に行き来のできない遠い場所になってしまう。そしてこの信じがたい出来事がたった半世紀前に起きていたということが私には衝撃でした。でこのイムジン学にはですね、お土産ショップみたいなところもありまして、このように DMZ のマグネットなんかも売っております。いや、朝鮮半島ってほんま日本からめちゃくちゃ近いところやのに、なんか全然こうあやふやな知識で今まで来てたなと思って、こういうことがあったんやみたいなのをね、改めて今すごい学んでるんですけど、またね、帰って自分でもちゃんと調べようと思いました。本当になんかそんな、しかもめちゃ前の話でもないですしね、すごい不思議な感じがします。自分って韓国ってソウルとかしか行ったことないんで、韓国にこういう一面もあるんやっていうのをね、改めて感じました。でもこの DMZ のここの、DMZ の中ではないんですけど、このイムジン川
のあたりはもう観光地って言ったらまたちょっと違うかもしれませんけど、そんな別に暗い雰囲気になってるわけでもなくって、まあ、ちょっと言ってみたらあの北側とこういつか統一できるようなそんな願いもあるんか知らないですけども、あのうまく説明できませんが、そんな暗い雰囲気ではないです一個も、はい、こんな感じで奥に遊園地的なもあるぐらいなんで、うん、でお土産屋さんギフトショップがあったりとかカフェみたいなのもあったし、うん、普通にパッと見たら道の駅というかこう高速のサービスエリアみたいな感じの雰囲気ですね。ビビンバとかね、サムゲタンとかそういうのも売ってますから、はい、あちらをずっと進んでいくと北朝鮮になるということですね。見えてる先はまだ北朝鮮ではないですけど、さあということでバスに戻りまして、いよいよ DMZ 非武装地帯に入っていきます。ガイドさんが見せてくれている写真は地雷の注意サインです。この DMZ の中には地雷が北朝鮮側に約80万個韓国側に約127万個の合計207万個程度が今も埋まっていると言われています。でこの非武装地帯ですけれども、日本国籍や、まあ、外国籍の人はですね、こういった日帰りツアーに、まあ、急に申し込んで参加することはできるんですけれども、韓国籍の人の場合この非武装地帯に簡単に来ることはできません。で私たち外国人観光客も、まあ、簡単に来ることができるとは言いましたけれども、パスポートチェックなどの身元確認はしっかりと行われます。でバスからの景色ですが、赤い逆三角形のサインがあると思います。あれが地雷の注意サインです。で、まもなく水色のラインを通りました。このラインから先がまさに北朝鮮との軍事境界線から2キロの位置ということになります。ということで私たちはですね、DMZ 展示館に到着しました。ここで約5分ほどの朝鮮戦争、そして DMZ に関する映像を見ます。1950, the invasion of South Korea by the North began with earth-shattering sounds of artillery. さあ、それではだいぶ今更にはなりましたけれども、DMZ、非武装地帯について少しご説明させていただければと思います。そもそもですね、北朝鮮と韓国の間には国境線という線はないそうです。あくまでも朝鮮戦争は休戦中ということになっていますので、今現在もしっかりとした国境線というものは決められておらず、軍事境界線と呼ばれるものが存在しています。でようやくここからですね、 DMZ 非武装地帯の説明ができるわけなんですけれども、そもそも DMZ はですね、英語で Demilitarized Zone、非武装地帯の略になっています。この非武装地帯なんで必要かと言いますと、まあ、韓国北朝鮮まだ停戦中であります。なので国境がしっかりと定まっていない状況なので、お互いの軍事的な衝突を少しでも少なくするために、非武装地帯というエリアを決めて、そのエリアの中では軍事施設であったり戦争に有利になるものを施設を置かない、そういう協定を結んでいます。で朝鮮半島の場合、軍事境界線から韓国側に2キロ、北朝鮮側に2キロの合計4キロのエリアを DMZ 非武装地帯と呼んでいます。おそらく多くの方がニュースなんかでご覧になったことあるかと思うんですが、あのパンモン店という場所もこの DMZ 非武装地帯の中にあります。でこう聞くと DMZ の周りって逆に軍事施設とかもないし安心なんじゃないのかって思われるかもしれないんですが、実はそういうことでもなくてですね、お互いの DMZ のエリアのすぐ外にはですね、大規模な軍事力が配備されています。で今からですね、ガイドさんがこの DMZ の中にあるハンモン店というエリアを詳しく説明してくださっています。このハンモン店もですね、外国人が行けるツアーが昔はあったんですが、今年の夏ですね、アメリカ兵がハンモン店ツアー参加中に突如北朝鮮に亡命するという事件がありました。その事件を受けまして、現在もハンモン店ツアーは休止中となっております。米軍の人が逃げた場所がここら辺で逃げました。後半で逃げた場所なんですね。これで平和の家、自由の家があって、南のところ、ここは今北朝鮮の方なんです。ここを共同警備区域って言うんですよ、ここが。南北は共同警備する場所、共同警備区域。これを英語で言うと JSA です。ジョイントシクレットエリア。
で、この販売店を共同警備する場所を JSA っていう場所なんですね。で、次は第三トンネルと言われる北朝鮮が韓国へ抜けるために掘ったトンネルを見学しに行きます。ここまで。で、こちらの第3トンネル、見学をさせていただくことはできるんですが、撮影は禁止されています。ガイドさんがこのパネルで説明してくださっているように、トンネルへは長い階段、下り坂を下っていくわけなんですけれども、ヘルメットを着用していきます。で、まあ、この第3トンネル結局は何ぞやって話なんですけれども、こちら1978年にですね、韓国軍が発見した3番目のトンネルって言われています。なので北朝鮮側から韓国側に向けて掘られたトンネルが今見つかってないものを含めてかなりの数あると言われているんですけれども、このトンネルはその中でも3番目に韓国軍によって見つけられたトンネルです。このトンネルの場所、ソウルから 52km しか離れていません。幅は 2m、 高さも 2m、 長さが1635m に達しています。1時間あたり3万人の兵力を移動できる規模があるというふうに言われています。で、このトンネルが韓国軍によって見つかった時、北朝鮮側はこれは韓国側が掘ったものだっていうふうに主張したそうです。ですが、まあもちろんですね、トンネル内部の構造から見ても北朝鮮側から韓国側に向けて掘ったっていうことは明らかなようです。で、またトンネルを出たところにはですね、お土産屋さんがありまして、意外とちゃっかりしてるなと思ったんですが、こちらでは DMZ の中で作られた穀物とかですね、こういったお土産商品売られております。結構緊張感のある場所なんですけれども、同時に観光感もある場所で、ちょっと不思議な感覚です。この DMZ のなんかこの文字が Google を思い出すような色合いになってますけれども、さあ、このツアーもいよいよ終盤になりました。こちらトラ展望台、いよいよ北朝鮮が実際肉眼で見れる場所までやってきました。展望台行くにはですね、この坂道をみんなで上がっていく必要があります。近くて遠い国、まさに本当にその言葉が合う北朝鮮なんですけども、こちらが展望台になります。ここから見える向こう側はもうまさに北朝鮮です。この手前の森がいわゆる DMZ 非武装地帯ですね。で、その先に見える街並みはもう完全に北朝鮮。軍事境界線を渡って北朝鮮側すぐにですね、ケソンという町があります。大きな町だそうなんですが、ここから肉眼でもしっかりと確認することができました。で、この展望台には無料の望遠鏡なども設置されております。北朝鮮の国旗も見える。本当にね、カメラの性能がもっと良かったらもっと詳しくこうズームをしてお見せすることができるんですが、実際肉眼で見た時にはですね、キム・ジョンイルの銅像であったりとか北朝鮮の国旗がたなびいてるのをしっかり確認することができました。で、望遠鏡を使って覗くとですね、さらに詳しく見ることができて、北朝鮮のそのケソンという町で住んでいる人でしょうか、北朝鮮の人々が動いている様子も確認できました。ニュースでしか見たことない国、北朝鮮が本当その目の前、目と鼻の先に実際に存在している姿を見てですね、本当に信じられないというか不思議な感覚に陥りました。さあ、バスはですね、無事 DMZ 非武装地帯を出まして、軍事境界線に最も近い町の一つを今通過しておりまして、こちら左手が学校になっております。本当に目と鼻の先にあの北朝鮮があるというのはね、信じられないんですけれども、このように韓国側では当たり前の日常が続いているようです。そして先ほどの小学校のすぐ隣にこちら洞窟のようなものがあるんですが、これはですねシェルターになっておりまして、いざという時ここに地域の住民が避難する場所となっています。最後、道の駅みたいなとこ泊まりました。何これ、ふ菓子みたいな、ふ菓子ちゃうか、ポン菓子、なんかこのご当地アイスみたいなやつが、ジャンダンソイビン、大豆使ったやつ、あのお醤油ソフトみたいな色。きなこっぽい味です。うまい。きなこやっぱり大豆ですもんね。ということで、こちらのアイスをいただきまして、 DMZ ツアー終了、明洞駅まで送っていただきました。何度も来たことがあったソウル、
そのソウルから1時間ちょっと行った場所にこのような場所が広がっていたっていうのは本当に衝撃で、まあ聞いたことはあったんですけれども、実際ここに来て自分の目で見て今の世界の現状を少しは知ることができたかなと思います。北朝鮮に住んでいる方々はどういう思いで今この瞬間を過ごしているんだろうとか、韓国と北朝鮮で生き別れ散り散りになってしまった離散家族の方、どんな思いで生活しているんだろうとか、そういったことに思いを馳せる、そんな時間となりました。ということで皆様、本日も長い動画でしたが最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。この世界が少しでも平和に前進するように本当に願いたいなと思うばかりでございます。それでは次回の動画ですぐお会いしましょう。さよなら、バイバイ。